はい、おはようございます。勝又博物館です。ということで今日も需要第7話エピソード7ですね、見ていきたいと思います。今日はテレビでタイムシフトで見ております。おタイムマジーンとXエンペラーが一緒にす、さあ始まりました。部屋を明るくして画面から離れてご覧くださいということで、大魔女王になる未来が待っている。例えば前回俺ウールとあれ間違えちゃったね。女の子名前が出てこない、タイムジャッカーの。もう寝起きで髪の毛ボッサボサ。このオープニングいいよね。ウォズのマジックショー。あれなんかネクサスじゃなくてメビウスの人に似てない？ウルトラマンメビウスの人に。なんか二刀康介が出てくる気配が一個もないんですけど、まあまだ始まったばっかりだしね、ここにいるわけないよね。あーそれが倒れて自分にぶつかって死んじゃうみたいな。これがウールだね。足細っ。ここはしばらくすると閉鎖となる。まあこれで魔法使いの力を手に入れて契約する。ああ契約しちゃった。でもいつもなんか死ぬからとかなのに、今回はこれあれだね、閉鎖するから力をもらってっていう。2012、ああオープニング、いいねこのオープニング。全員ライダーキックしててサモンライドみたい。一瞬で掴み取るさ、 Are you ready? 新しい歴史はそこにフェレフェレ、痛み加速してこのままシャリダウンシャリダウン、今を進めよう、まどう日も幾度とな、明日の扉だだけ見つめたその先に飛び込んでみたらビリー寄せ、なおばこざ時の雨すり抜けて、ともみいわばこざ未来を越えよう、過去の意志は嘘では欺けない、楽しいな、そのエクサスフューチャー、ナワバクオーザー異世界見せて。この前カラオケで歌ったけど高いねやっぱサビが。ウィザードは魔法を使うライダーだ、この後魔法使いも現れるよって書いてあったけど本当に現れるのでしょうか。エピソード7マジックショータイム2018。ああ総合くんはビデオデッキを知らないのね。まあ、10年前だ、18歳だから今、俺が今26だからそれ8年前じゃ知るわけないよね。8年知らねえよな。俺がでも小学校の時はまだビデオだったけどね、ツタヤとか。まあでも宗吾くんが生まれた時って考えて、自分の自我が芽生えて4歳って考えるとさすがに知らないかもね。ああマジックショーのお話を聞いてますね。
そごくん好奇心旺盛だから。お、つくよみは面白そうと言っていますが。ゲイツ激おこ。つくよみ呆れる。大丈夫、忘れてないよ。あ、なんかメッキ塗装なんだ、台座。メッキ塗装か。塗装すっかな。スプレー拭こうかな。すげえ流行ってんじゃん、ウィザード流行せ。あ、ウォーズ。ゲイツ君との仲が近すぎる。大丈夫、ちゃんといい魔王になるから心配しないで。あ、なんか今気づいたけど、そごう服が長袖に半袖着てる。うん、冬仕様だね、ちょっと。秋仕様か、どっちかって言ったら。ウィザード、早せ。ちょっとニートコウスケっぽく見えたね、一瞬。すごいすごい。手から炎が出て。おお、燃やしたろー。こんなんマジックだからといってもできないよ、あんな大規模なもの、室内じゃ。あ、すごい、しっかり。服の腰のところチェーンがついてる。ウィザードみたいに、ウィザードはこう指輪がいっぱいこうついてたけど、腰のところに。普通に服だけど、チェーンがついてる。それっぽく見せてる。うん、かつてウィザードという魔法使いがいた。寝起きでは首が止まらん。自分はこの小屋を潰したくないもんですから。ああ、この女の人のこと、あ、好きなんだね。なんか言いたそうにしてましたね、二人とも。目を合わせて。追いかけてこねえんだ。早い早い。もう総合とか芸術とかつくよみ。あれは手品なんかじゃない、魔法だよ。芸術手っ取り早いな。変身、ああ、姿を現しましたね。アナザーウィザード。CM。チクタクチクタク。ビックラ卵。これ今回ビックラ卵あれだよね、変ガタにするんだよね。すごいいいよね。これならなんか子供も嬉しい。多分集めたくもなるだろうし。すげえ、すき家の CM だ。すき家の牛丼。昔すき家でラスカルのなんかマグネットみたいなのがあって、
これ好きやの、かわいいでしょ。ここがマグネットになってかわいいよね。まだライダータイム1段か。あれ、エボルトの今、エボルトのあれがあった、エボルのライドウォッチ今 CM だったけど出るの？マジか、かっけえなー、アナザーウィザード。あ、すごい、今ベルトに手当てたらやっぱ技発動した魔法。ベルトの手の部分が骸骨の骨になってる。めっちゃ強いじゃん。さあ、総合。あ、変身の時足開くんだ、自分で。スッと左足を開くんですね。なんかやけに腰下がってるなと思ったんだけども、腰入れて腰を落とすんだね。ちょっとやめてよゲイツ、リキッド。見えた。なんだ、終わりだ。確かに何も悪いことしてない、魔法を見せただけだ。このハーネス大事なんだな。服なんでもいいけどハーネスしてりゃゲイツっぽく見えるもんな。ハーネス買うか。このハーネスはさすがに売ってねえもんな。どっちの言ってることもわかるけど、どっちの言ってることもあれでしょ、だって。ゲイツはゲイツで調べるけど、俺は俺で調べるって。なんでそんなとこ入ってくの、ゲイツくん。あ、上から見下ろす作戦ね。お、シュワルツ、スワルツか。お、時間がゆっくりになってる。あ、わわ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 わ、うわ、死んだ、終わった。おっと、なんかウォズ、まさかのウォズ。ウォズのマフラー、そんな能力があったとは。いつの間に仲良くなった、だって。これを機に私たちも仲良くしようではないかみたいなことを言っておりますけども、ゲイツ君は一向に仲良くなるつもりはなさそうですね。私がゲイツ君に負けたことありましたっけ。そんなにゲイツ君弱い、というかウォーズがそんな強い。強いん。ウォーズ変身も何もしないけど宙に浮いたりしてる。強すぎだろ。注文しました。もう予約注文しました。12月に届きます。さあ、お家に帰ってきました。早瀬、ウィザード早瀬。うっ。オーラだ、タイムジャッカーのオーラ。
っと深い傷を負ってもらわないとね、だって。マガジンって書いてある。すごい古いマガジンだ。週刊少年マガジンかな。お、あやさん、ちょっとお話が。林さん、マジックハウス木下、マジックタイトリックじゃない。お、事情をお嬢さんに聞いております。プロポーズされた日のことなのでって、誰にプロポーズされたんすか。俺はしばらくの間舞台に立てなくなった。そういうタイミングだったのかもしれませんね。結局閉めるんかーい。お嬢さんも承諾しております。俺お嬢さんと結婚して、お前がプロポーズしたんかーい。そりゃ許せないわな。ちょっと来てください、俺が魔法見せますからっつって行きます。すごいすごい手から火のほぼって、めっちゃおっぱいアピールやんけ、この女の人。今服装が、なんかグラドルみたいな顔してるね。でもね、サンダルに今5本指ソックスだった。俺と一緒やん。怒ってる怒ってる。何のために俺がここまでやってきたと思って、ダーッつって怒ってー、ウィザードになっちゃった。やっばマジで。顔がクリアじゃないですか、ウィザードって。だから口が透けて歯が見えてた今、骸骨みたいに。怖すぎー。ライダータイム。ジオアーマータイム。マックの CM すごいな。ちょうど今あれか、プリキュアとコラボしてるんだね。タラタタタ、まるだい仮面ライダーフィッシュソーセージ。まるだいフィッシュソーセージ、粗挽きウインナー。うわ、ニワトリ決め。CM。 いや、鳥気持ち悪い。めっちゃ嫌いなんすよ、鳥が。
始まってた。すごいすごい、めちゃめちゃ力使って襲ってるよ。ゲイツが助けてって声に反応して助けに行ってます。やはり本性を表したかみたいな感じになっちゃってますね。次は逃がさんぞ。お、お、お、ビーストとウィザードのウォッチを持った男が、ああ、今木に隠れて一瞬現れました。あれはもう絶対にとコウスケでしょう。あ、今変身シーンの時ゲイツ押したらかなり動いちゃったけど、元に戻してからグッてやったぞ今。ウォーズ、せっかくゲイツくんが暴走してるのを教えてきたのに、教えてあげてきたのにっつって、もう速攻で行っちゃった。今のワンシーンだけかい。このウィザードの頭のところのこの円みたいな、なんかすごいね。なんかもう力使いまくりやんウィザード。おう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 、すごいすごい全然勝てなさそうだよ。指は分厚、なんか尖ってる、上にこうやっていちごみたいになってる、ここにファイズ。さあファイズアーマーになりました。お、もういきなりついてる。でももう学ぼうぜ。アナザーライダーにはアナザーライダーの力でしか倒せないって分かってるんだからさ、もう一般市民から引き離したらもうそれでいいじゃん。あ、画面変わってるんだね。555エンターってやるとタイムバース。いやだから無理じゃん、それやっても倒したけどさ。まだジオが止めに来ました。あ、裸足だった、裸足にサンダルだった。そこまでする必要はないと思う。さあゲイツとジオが戦うのかな。やる気満々ですよ。お、つくみが来た。二人ともやめて。さすがにやめるわな、つくみ最強だもんはあよかったっつって。俺を仲間にするのは諦めないと。うん、この前仲間っていうのですごいいい話で終わったのに、今回またちょっと亀裂が入りそう。おっとっと、ここでオーラがまた誕生でございまして、時が止まっております。ウィザードまた起動されて入れられちゃった。あ、今度は憎しみの力を使ってみなさいっつってて、時が動いた。
フリーズ、つくよみが止まっちゃった。ファイズフォンテンで打とうとしたら止まっちゃった。ああやはり君に仲間など似合わない。ウォズは本当何を企んでるの。果たして我が魔王。なんだまだ出てこないのか。チッ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 。ああ次回予告だ。ちょっとだけ出てきましたね本当に。顔なしですけど。メリークリスマス頼みました。あれがついてるからね、ライドウォッチがクリスマス。あ、食玩で出るんだエボルト。エアロノバ。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おパピーが今 CM やっておりますね。エアロノバアラウンドワー、どうやってるのあれ。アラウンドワー、こうやってんのか。ドラえもんそのポケットで叶えさせてね。ドラえもん僕の心に縄ばこぞ。来た、変身してる。変身してた今。変身かっけー。ウィザードの力を使うのはやっぱアゲイツなんですね。あれ、ウィザードのライド落ちて出てたっけ。来週もしかして。終わっちゃいました。面白かったですね今週も。ただやっぱオリキャスが出てきてくれた方がねすごい盛り上がりますね。はい、ということでまた来週お会いしましょう。バイバーイ。